運転中、できることなら覆面パトカーのお世話にはなりたくありませんよね。普通のパトカーなら色が目立つので気づきやすいですが、覆面パトカーはまるで忍者のようにひっそりと一般車に溶け込んでいます。その存在に気づくと、何も悪いことをしていなくても思わずギクッとしてしまう人も多いのではないでしょうか。しかし、あらかじめ覆面パトカーの特徴を知っていればそれほど慌てることもないはずです。そこで今回の動画では、一般車両と覆面パトカーを見分けるポイントをご紹介します。意外と知らない雑学。覆面パトカーの見分け方。覆面パトカーの特徴。まず、一目見てわかりやすい特徴はバックミラーの数。覆面パトカーには、助手席に乗った警官も後方を確認できるように車内のバックミラーが縦に2つついています。この特徴は車に詳しくない人でも、見ればすぐにわかる特徴でしょう。しかしながら、リアやサイドの後ろ側ガラスにスモークが貼られている車両が多いため、後方からバックミラーの数を確認することは困難なケースが多いでしょう。しかし逆に言えば、リアとサイドの後ろ側のガラスに濃いスモークフィルムを貼った車両は怪しい、という判断ができます。他に確認しやすいものはアンテナです。パトカーは無線を積んでいますので、通常は装備されないアンテナがルーフやトランクについていることがあります。覆面パトカーでの取り締まりは通常の場合、警察官2人で行われており、運転席と助手席にそれぞれ乗っています。そして、青い制服を着て、多くの場合帽子かヘルメットをかぶっています。覆面パトカーによく使用されている車種。覆面パトカーには交通取締り用と捜査用の2つのタイプがありますが、普段、私たちが目にする機会があるのは交通取締り用の方で、代表的な車種はトヨタのクラウンです。他には同じトヨタだとマーク X、日産スカイラインやスバルレガシーなどが主に使用されています。それら以外にもいろんな車種がありますが、その場合でも国産セダンでそれなりに高性能な車種が使用されています。その理由としては、高速道路での取り締まりなどの際に違反車に追いつくため、動力性能が優れた車種である必要があること、違反車への対応時に後部座席が利用しやすいことなどが挙げられます。しかし過去には、2ドアのソアラが覆面パトカーとして採用されていたこともありますので、違反車への対応については確定要素ではありません。採用されているボディカラーは、ホワイト、ブラック、シルバー、ネイビーが多く、一般車両の中に溶け込むため、目立ちにくいベーシックなカラーが採用されています。その他の覆面パトカーを見分けるポイント。覆面パトカーの外装はいつもピカピカで、たとえ雨の降った翌日でも手入れが行き届いています。これは登場していた警察官たちが、勤務を交代する際に洗車をして次に渡すためです。運転の仕方にも特徴があります。法定速度はきちんと守り、常に左の車線を走行、ウインカーは必ず出す、車線変更が綺麗、などなどお手本のような素晴らしい運転技術で、すべての動きに無駄がありません。いかがでしたでしょうか。近頃は技術の発展とともに覆面パトカーも最新技術を採用し、見分けにくくなってきています。無線技術の進化からか、無線アンテナが装備されていない覆面パトカーも走っているようですし、将来的にもっとバックカメラが普及すればバックミラーは一つ、もしくはバックミラーがなくなる時代も来るかもしれません。とはいえ、もしかして覆面パトカーと思っても違反をしていなければ問題ないわけですから、我々はいつも安全運転を心がけて走りましょう。少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご視聴。ありがとうございました。